北高ーサスの各地域テレク川流域、テレク川、コサックの子守唄は、ロシアの作家ミハイル・レールモントフがカフカスへ、流刑中にテレク・コサック軍の地で採布した子守唄である。1837年、ロシアの文豪アレクサンドル・プルシュキンは、ジョルジュ・ダンテスを相手に決闘して、その時の傷で2日後に亡くなった。これを聞いたミハイル・レールモントフは、 詩人の詩と題する詩を書いて、当時のロシア皇帝の取り巻きの貴族階級の犠牲になったことを嘆いた。それが貴族階級を球断するように取れる内容になったので、彼はカフカースへ流刑された。レールモントフはカフカスのテレクコサック軍の地で老婆が歌っていた子守唄を1838年に採付し、ロシア語詞に直したのがこのコサックの子守唄で、 当時テレクコサック軍は、現在のオセチア地方で、テレク川を越えて東から侵犯してくる、イングー詩人、チェチェン人と戦って、ロシア辺境の守りとなっていた。彼はこれをモスクワへ持ち帰ったために広くルフするようになった。実際には、レールモントフは、サンクトペテルブルクへ帰る、途中のボロネジで財布をしたという。アレクサンドル・グレチャニノフは、この詩に基づき歌曲。 コモリ歌を作曲しており、現在も広く歌われている。コサックのコモリ歌の歌詞は6番まであるが、いかにロシア語原詞の2番までを日本語直訳とともに、す。このコモリ歌は、ソ連時代には、歌詞の2番以降が、厚生諸地方に住む、チェチェン人を阻害する内容であまり歌われなくなったが、日本では、津川周一役の、眠れやコサックの愛し声で始まる歌詞。 渡良ら一役の、眠れや、愛し子やすらかにで始まる歌手などが好んで歌われていて、日本で編集する、世界子守歌集などにも必ず含まれる。ジオーナの歌手によりカバーされている。ありがとうございます。